ねえ、ねえ、聞いてんの？今日の夜ご飯作りすぎじゃない？二人しかいないのにさ、五、六人前ぐらい作ってるよね。はぁ、困るんだよね。五、六人前も作られたらさ、一日、二日三日、三日ぐらい同じもの食べなきゃいけないわけじゃん。今度から作る配分とか考えてね。ねえ、聞いてる？私そういうのでいつも迷惑してるんだけど。ねえ、聞こえてますか？そっちがそういう態度なら私だって別にいいし。ていうか私が買ってきたアイス食べたでしょ。今日お昼楽しみに取っておいたのにさ、気づいたらアイスなくなってるし。そういうのだってちゃんと考えてほしい。二人で生活してるんだからさ。ねえ、話聞いてるの？なんでさっきから無視してるわけ？なんで無視してるわけ？もしかして夜ご飯のこと怒ってる？いや別に私が言ってたのも そういうわけではなくて、いや美味しいけどたくさん作りすぎたら腐るかもしれないし、そういうのちゃんと考えてねって言ってるだけで、別にまずいとかそういうわけじゃないし、作ってくれるのは普通にありがとうって思ってるし、なんかそれで怒らせたのを謝る。でもアイスに関してはさ、私がずーっと取っておいたのにさ、っていうかもうこの二人の関係なのに自分の私物に毎回ネームペンで名前書かなきゃダメですかっていう話をしてるの。だから怒ってるとかそういうわけではなくて、気をつけてねっていう話よ。ねえねえ、怒ってるの？ねえ、なんでそっち向いてるの？ねえ、あった。いや、今日のご飯すごい美味しかったよ。別に私はあなたのご飯だったら、もう一週間は無理だけど、まあ三、四日ぐらいは別に同じものでも全然いいし、私結構偏食みたいなところあるから、あなたが今日大好物のハンバーグ作ってくれたし、別にハンバーグだったら3日4日同じものでも全然食べれるけどさ、作りすぎたらまあ多少気使うっていうかさ、もう私は別に同じでもいいわ、いいけど、いいけど、ごめん、作ってくれたのに文句言うのは違うよね。でもさ、だからって無視することないじゃん。どうして無視してるの？
ねえ、待って。ごめん。アイスも食べていいよ。私があなたのアイス食べてる時だってあるし。そんなことで、いちいち怒る彼女めんどくさいって思ってるんでしょ？私だって、そんなことでいちいち怒る彼女、嫌だなって思ってるけどさ。でも、素直に言えないっていうか、料理作ってくれてありがとう。アイスも、食べたいもの、好きなもの買ってきてくれてありがとう。だから、別に怒ってるわけじゃないよ。もう注意っていうかさ、気をつけてねっていうか、だってせっかくあなたが作ってくれたものが腐ったりとかさ、もしかしたらいきなり急遽実家に帰らなきゃいけなくなりましたってなった時にさ、食べられなくなっちゃったりするじゃん。だからそういうのを気をつけてねって思って言っただけで。ねえ。そんな、怒んないでよ。謝ってるじゃん。ねえ、ごめんね。ねえ、どうすれば機嫌直してくれるの？ねえ、無視しないで。ねえ、無視しないでって。ごめんねって言ってるのに。怒ってる？そんなことでいちいち言わないから。で、無視しないで。ごめんって。無視されるのやだ。寂しい。無視しないで。なんでそっち向くの？ねえ。なんで笑ってんの？もしかして騙したでしょ。ねえ。ねえ、もうやだ。ねえ、騙したでしょ。ねえ、ひどい、本当に。本当に怒らせちゃったかなって思って心配だったんだから。ごめんね。怒ってないの？じゃあなんでそういうことわざとするわけ？ねえ。最低なんだけど。もう知らない。もうあなたのご飯一生食べないから。嘘。ね、嘘は。ね、嘘だから、ちょっとこっち来て。いいから来て。どうして？だってそういう風に私のこといじめたから。ギューしなきゃダメ。ちょっと、もうゲーム没収今持ってるやつ、それ。ギューして。ごめんねって素直に言ったら、許してあげてもいいよ。よろず。ごめんね。私も言い過ぎちゃうこととかあるけど、でも好きだから。え？だから好きだから、もういい？おやすみ。一緒に寝るんでしょ。こっち来て。